はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。救済系実況者リュウでございます。本日なんですがムーンライトというね、無課金の味方デッキ、こちらをですね今日ね作っていきたいというふうに思っております。規制が入りまして、このまあ緑と黄色にリミット3というね規制が入ったわけですよ。ということはですよ、まあ無課金の方であればね結構月光組んでた人多いかなと思うんですけども、まあ、使い上がっちゃうんじゃないかなと思う方もいらっしゃると思うんですが、これね新しく作ってきたんですけども、これやってみたんですけども、なんとか全然なりますね。なんならねサーチ入って強いまであります。今回炎舞天気っていうカードが実装になりまして、これは、発動時の効果処理としてデッキからレベル4以下の重心速モンスターを手札に加えるっていう、だから月光は何でも好きなやつをサーチできるんですよ。妖精獣とかと同じ、遠征とかと同じなので、これで、まあ、黄色と緑が、3枚しかないけど、これのどっちか持ってきてない方をねで展開していくっていう、そういう感じですね。で、一旦に1枚しか発動できませんので、まあ、被ったら弱いんですけど、ただ、さすがにこれ3枚しか入ってないカードを引きたいんで、なんでこれ3積みしました。もう思い切って2枚だと来ないことあるから、3枚は 50% の確率で手札に来るんで初手なので、これ3枚しました。でムーンライトのギミックだけではなかなかねちょっと弱いんですよね。なので防御札少し多めにしたのと、例えば、刃物バリアね、こうベイルだったんだけどベイルがリミットで被っちゃうから、今回のリミットでなのでリミット3入れられないんですよ。これがリミット3になるんで、なのでベイルじゃなくてとりあえずクリボールは、クリボール、まあ、強いんでね、サイバーとかにも結構横にできるし、あとミラーのこいつ横にできてぶん殴れたりもできるんで、なのでこれ横にしていくということと、あとは刃物バリアですね、これ対象に取らない除去なんで、これまあなんだかんだ強いと、しかもなんか意外と踏んでくれる、みんな意外と踏んでくれると思ってこれ積んでます。で初動として先行やることないんですよね、このデッキなんで。初動札の補助としてこれ入れました、ウィンダーベイルの枠だったんだけど、ベイルがないのでちょっときついなと思ってウィンダーをセットしてお茶に濁すっていうことですね。まあ最近ハーピーがめっちゃ多いんで、ハーピーに弱いからウィンダーはちょっとどうなのかなと思うんだけど、他のなんか初動をカバーしてくれるカードであれば何でもいいなと思いますね。でウィンダは一応破壊されるとこの辺のカード出してこれるんで耐久力あるなと思って、入れてますっていう感じですね。バウンスにさっきも言ったように弱いで、エクシーズモンスターはやっぱり、ね、ここはねあった方がいいね。デッドリーシーンは、まあ、もちろんだし、これダイアウルフもねやっぱあった方がいい。結局そのこいつは対象に取らない、カードに弱いので、その辺のバックのカード、例えばなんか相手の波紋とか、相手の波紋とかは踏んでいきたいんですよ、ダイヤウルフで。なんでそういうカードを除去するためにこいつは1枚あった方がいいかなと思って入れてますっていう感じですね。なんで無課金の方はこれがね新パック向けってことなんだよね。だから端的に言うと、これに関してはね本当にごめんとしか言えないわ、ごめんとしか言えない。これは好みが悪い、全面的に。なんかストラクチャーかなんか出してくれたらねいいんだけどね、編成の出してくんねえかな。そんなことしないか、そんな優しい会社ではないか。はい、というわけで早速ね、新月光やっていきましょう。気に入ったらぜひ天気向いてください。デュエル3倍。さあお相手の方、サメの領域さんでしょうかね、多分ね。俺とゲームをしようぜ。いや言うてね、天気がまあ結構強いんですけど、サーチカードとしてね。ただねやっぱりねベイルが入んなくなったっていうのがちょっとでかいですね。ムーンライトはベイルが入んなくなったんで、まあそのベイルの枠、場になったらベイルの枠をどうするか。まあ、僕は今一応ウィンダと刃物バリアっていうのにして、あ、うわ強っ、死ぬ俺、これ死ぬ俺、これ死、こういうことあるんですよね。小銭臭いからで抜かれることがあるんで、まあ、手札誘発が一番強いんですけども、クリボールと一応ウィンダと刃物にしてるんですよ今その枠を。なんですがこれもう一体出されたら死ぬやつだね。これサイレンターから死ぬわ。大丈夫だ、それは多分大丈夫、これで多分大丈夫、死にはしない。しかも殴ってきたらディスティンドロー、殴ってきたらディスティンドロー、殴ってくんの、それはプレミじゃない、それはプレミじゃない、さすがに。まあでも言うてそんなになんか俺も引くカードねえだろ、寝てんじゃねえだと、うるせえな、これ何がいいんだろう。
これ何でもいいな、別に相手エクシズモンスターいるし、なんか別になんかあのあいつ出すんですよね、サーベルダンサーを出すんですよね。これなんか雑になんかクリーボールかなんか持ってきといたらいいんじゃねこれ。最悪。まあ白いのもあるけど、なんかこれ何持ってきたらいいんだろう。これディスティンドする必要なかったのこれ。クリーボールでいいよ、どうせ融合できるし。でムーンライトフュージョン発動、発動していく、発動していき、で こうして、あ、白でよかったか、白で蘇生してバック戻してらよかったな多分。でここと、こことこうですね。で一応まあこれで、うん、でももうこれ打てる、打ったから、これ打ったらもうこれ効果発動するよね。これ遅くね、アイテムここで発動した方がいいんじゃない。もうこれなんか遅いと思うんだけど、これこれさ、深淵にはさ融合にチェーンして打たないと、今のは深淵にしたものの効果遅いな、こいつ月光初心者か。でこれ蘇生するわ。で対象に最悪取られることないと思いますけど、はい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 、遅いんですよねそれ。もうねこれね、融合にチェーンしないとダメです、皆さんこれ。はい、これはぶん殴って勝ちだろ。これ対象に取るカードしかないだろ、あのデッキ。狡猾とか月の書とかしかないでしょ、あれ。あのデッキ、あのコズミックサイクロンとか清掃あったとして、清掃コズミック狡猾月の書、まあ、デモンドチェーンとかなと思うんで、まあ、これ殴って勝ちだと思いますイージービン来た。はい、モンスターで攻撃だ。デモンドチェーンどうでもいいよそんなカード、お前自分で縛りつけんのか。こっち対象に取れないの、草、自分縛ってる草。ムーンライト戦ったことないんすか。これがね今のデュエルリングスのレジェンド隊のね力、あまりにも弱い。さあ、お前たぶんめっちゃ連勝してんじゃねえか、おいやるじゃねえか、止めてやるぜ。こういう時燃えるよな、相手が連勝してるほど燃える。この何連勝中っていう表示出したのはすごいいいと思います。これ自分がドヤ顔できるんじゃなくて、相手のめっちゃ連勝してるやつを止めるときの快感があるんで、それがね楽しい。自分が連勝するとかどうでもいい、相手の足を引っ張る、これが遊戯よ最低だな、最低だな結構ね楽しみ方って人それぞれだと思うんですけど、ね、俺はねこれな、この連勝の表示はすごいいいと思ってる。ただスローモーションになる演出とかマジでいらないし、オンオフつけるべきだと思うし、そんなことをしてる暇あったらフリー体制のボット消して、ピック戦とシールド戦つけてもらっていいですか、早く迷惑なんで。お、ダイレクト戦か、ダイレクト戦はでも嬉しいな。もう一回戦だったらディスティンドローだ。はい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 、まあ、局所がないので展開ができないんですけどね、不正が2枚ぐらいあるんでね、まあ悪くはない。でこれ1800でぶん殴って波紋とか戻すやつ、なんだっけ、イタチカゼとかはありそうな気がするんで、まあ融合してもまあいいと思いますけど、波紋があるかもしれないんでね、相手の捨てにはそれがきついですね一番ね。うん、波紋はなんとかしてから、破壊してから融合したいな基本的には。入ってるか分かんないですけどね、俺は波紋強いと思ってて、波紋入れてるんですよ妖戦銃デッキに。まあちょっと何個か前に多分動画にしてると思うんで、そっち見ていただければと思うんですけども、かまいたちは OK です。はい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 、でイタチ風でバウンスしてくるのはいいわ。融合してぶん殴りに行くっていうのはあんのかな、エクストラデッキからモンスター出てこないのこと来ないので、あのデッキね。なのでどうしよっかなって感じだな。一応波紋はケアした方がいいと思うんだよね。俺のターンカードを引くぜ。天気か、なるほど、天気は強い、これは強いね。これは黄色持ってきて、これは黄色持ってきて、で緑黄色できるんで、ここは天気の強いところですよね。これデッキの中に入ってないカードも、入ってないっていうか1枚しか入ってないようなカードも、1枚2枚のカードもサーチできると、これが強い。で捨てて1枚ドローして、で融合を手札に加えていく、で戻して、戻してモンスター効果発動、これ1回踏みに行くか、ダイヤウルフでモンスターを、で融合してぶん殴りに行くか、それが一番強そうだな。でウィンダー反転で、ダイヤウルフで踏みに行こう。
で、イタチカゼ、イタチカゼ踏むんだよな、先にイタチカゼ踏むんだよな、ちょっとね、あー、まあそうですよね、イタチカゼ、あれ守ってくんのか、あっち波紋かな、あの左側のカードは波紋の可能性はありますね。ここでチェーンしてくるってことはダイヤウルフで波紋を割られたくないっていうことだと思うんですよね、多分。まあでも融合はするっすよね、多分ここはさすがに。で、ただ壁用意しとけばいいから、緑と黄色と赤で融合して、で緑効果で黄色で横出しとけばまあ大丈夫じゃないかな。で緑効果で黄色特殊召喚、うん、はい、こいつはターン1なんで戻せない。でバトルフェーズ入る。でこれで波紋1回踏むんだったらいいわ、クリボールあるからワンチャンある。あーカイトか、波紋だったら打ってきてんじゃねえかな、ここどうなんだろう、波紋じゃないかもしれないですけどね、相手ね、わかんないですね。ちょっと砂時計見てなかったわ、砂時計見とこう、砂時計は一応見ておく感じでいきましょう。今だからでもあれか、イタチ風、そうだね、砂時計は見とこう、はい。でイタチ風、イタチ風じゃねえわ、カマイタチ召喚効果、はい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 。でちなみにこのムーンライトサーベルダンサーのいいところは、あの大谷翔平っているじゃないですか、妖精獣の、あの出てきて壁になるやつだから、あいつが元々の攻撃力参照なんで、打点で上がってるから抜けるっていう、サーベルダンサーは大谷翔平をだから壁にできないっていうね、大谷を、これが強いんですよ。あーもう一回2000残るんだったらもう一回ダイヤウルフで踏みに行けるな、バックを。だから2伏せされると分かんねえんだよな、波紋あるかどうか。ちょっと砂時計見てなかったらマジでプリミだな。フリーボール投げて、守ると一応エクシーズ開始、エクシーズできるんだよな。これフリーボール投げるか、ボール投げてエクシーズしてダイヤウルフで踏みに行くしかないな、これ。はい、でまあ波紋、ほんと無限に波紋ケアしないとマジでやばいんですよね。サーベルダンサーが波紋を食らうと本当にやばいんで、これ次デッキトップがムーンライトモンスターだったら横にしてぶん殴っていくっていうのは結構あるけど、あー波紋か、それは強いな。でもなんだかんだ強いな、これ召喚だな。でこれで1回黄色で赤戻してなかったことにしてからエクシーズですね、頼むぞ、こうですね、モンスターを特殊召喚、まあ、守備表示にして殴ってくるのもあるだな普通に。まあでもダイヤルフ出しといて踏んで、頼むぞ、いやこれ横のがよかったか、横のがいいな、ちょっとむずいなプリング、これ多分ね、これね、あーちょっとミスったかもしれないな、あーそうですね、それ踏みますよね、すいません、これちょっとプリミでした。多分今のは3体で融合してサーベルダンサーを横にして出しといて、で横サーベルと縦サーベルで1体ずつ殴っていくのが正解かな。これで終わりだ。これなんだろうな、これ今あのイタチ風だったら引かないんだよな、エンド、うーんマジでわからねえ、マジでわからねえ、あのカードがわからねえ、波紋なのかイタチ風なのか、対象に取らないおかげで。もう波紋だったら使ってる、絶対絶対使ってる、波紋だったら。ってことは、ってことは波紋じゃないわ、あれあれ波紋じゃないね、波紋だったら絶対使ってるもん。はい、でそうして、でダイレクトで、こっちは波紋だぜこっちは波紋だぜ絆の力いいだろう、ダイレクトかましてくるから、いいぜ来いよ、直接攻撃ってか、くらえ波紋のバリア、ウェイフォースつえー、波紋のバリアつえー、全員戻ってったぜ、天気きたー、で天気からの、これは白でいいかな、これ白でいいですね、白でバック戻しながら融合してぶん殴っていく感じですね。はい、で白召喚、白効果、墓地からムーンライトモンスターを蘇生することができる、何でもいいので赤戻しときます、あの緑でいいか、緑戻した方が強いか、緑からので、それはいいえからの白効果で、フィールド上のムーンライトモンスターの数まで相手のカードをバックを戻すことができる。
さあこれによって相手の捨てカード、あ、イタチ風か、オッケーオッケー了解、刃物じゃなかったね、やっぱりね刃物は使ってるもんね。で、戻していくのは全然問題はない。それは、回復しとく一応。こっちは一撃で、相手のライフを持っていけるんで、これ回復自分のライフしといた方がいいですね、これね。で、赤狐の効果によってライフを回復しといて、別に相手のライフは回復されても別にいいんで、こっちはだって一発でぶん殴れるから。で、黄色効果で、緑を戻した、白を戻して、で、融合して、で、サーベル立てる。で、これで2体で殴っていけばもうほぼほぼ勝ちでしょ。これもう突破できるでしょ、さすがに。白は残しとこう。で、こうして、これで波紋も、ケア完璧よ。白が残ってるから。で、バトルフェイズ。はい。バイトロイドあるんですけど、大谷翔平も普通に、カイトロイドまだある。めんどくさいね。まあでもこれでカイトロイドはもうないね。デッキの中に。おらおらよし。さあ、どうする、この4200対象に取るな2体をお前は処せるのか。波紋のバリアウェイフォースは白いやつで戻しさせてもらうぜ、お前の場合。よし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 、きた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 、めっちゃいい勝負してる。おら食らえ、おらまだ粘るか。ただこいつはもともとの攻撃力を参照する、つまり4400にはならない。お前の打点はせいぜい3000。よし勝ったな。いや激闘だった。激闘だった。もうちょっとバック読みが正確だったらもうちょっと早く終わってたと思います。すいません、デュエルしか10分はやばい。10分デュエルしたの。もうなんかでもなんか俺のプレミアを含めてこれみんな見てほしいからカットしないわ、これ採用で。じゃあだろ、残念だったな対戦、ありがとうございました。さあ、お相手の方、クジャクマイさん、これね、結構使ってるんですけど、なんかね、割とね、いけるわ、月光、なんとかなる、新パックの天気が3枚あればっていう条件付きで、結構辛いよね、新パックのさ、このなんか謎の意味わかんないボックスのさ、天気3枚集めたら、ムーンライト使えますとか、意味わかんないですよね、クソ高えんでな。メインボックスだからね、ミニボックスだったらまだね、あ、分かるんだけど、なんかもうメインボックスに演武天気を人質に取られて、なんか助け出さなければならないという、あまりにもね悪徳商法だと思うわ俺。悪徳商法中の悪徳商法、やっぱ頭こんまいって感じだわな。本当にね、そういう商法は嫌いです、マジで嫌い。ウマ娘見習え、ゴールデンウィーク中毎日ジュエル配ってるぞあいつは。ウマ娘マジで見習え、運営はコナミの運営は主戦度のように金集めてきてる。さあハーピーレディを特殊召喚していく。さあぶん殴ってくる、もちろん波紋のバリアで戻していく。